盤石。一緒に遊ぼうよ。今からどこに向かえばいいんだ？ああ、村を離れてからは砂漠を通り抜けて先へ。あのさ、俺砂漠には詳しいんだ。お前はここの住民だもんな。よく遊びに来てたのか？うん、前におじいちゃんが砂漠で迷子になった時も俺が連れて帰ったんだ。ここに何かある。これは埋もれている。ずっとここまで走ってきたのも体力仕事だと思うんだけど。なあ、ごめん。この破片は教令員が開発した装置で、グラマパラは一人ではない。彼ら別れて捜索しよう。これか。なんこれこそ神の勘。装置が砂の中に。おそらく襲撃にあった。え？おじいちゃん、どうか無事。心配するな。廃病院に残っていたラザックが。まだ追いつけるはずだ。それから、この襲撃、その証拠に、装置が完全に砂に埋もれている。引き続き追うぞ。まだ、でも、砂漠で走るのって結構疲れるよな。パイモンは空を飛んでるでしょ。それなのに疲れるの？うん、もちろん疲れるぞ。あっちの方から誰かが言い争ってる声が聞こえる。おお、耳がいいんだな。これ以上近づくな。気づかれる。リシアとエルマイト旅団か。面白い。何を話して。もっと早くに教えてくれたら、私たちだって。お前は仲間だ。学者、私の方が詳しい。分かってるさ、バディ。どうして？ティシアお姉ちゃん、ティシアお姉ちゃん。おいバカ、何やって。おじいちゃんを連れ戻してくれるって言ってたじゃないか。なのに。アール村を裏切ったのか。これはこれは、ティシア、こいつらと組み。私がそんな言葉で撃たれるよ。どういうことなんだよティシア。お前は一体。あんたバカか。まあいい。誰の味方だろうが、スカーレットキング様を呼び覚ませ。目を覚ませ。そんなことが起きないってのは、私以上に。俺は砂漠の民、スカーレットキング様の支持者だ。なあ、今からでも遅くない。分かってないな、愛しきれ。そのせいで教令員に目をつけられてもいいのか。これを理。いい。俺たちはずっとこの日を待ってたんだ。太陽も。あいつら学者がいれば。甘すぎる。私の話が信じられないなら、
そこの二人に聞いてみな。所詮ご主人様に付き従う犬、卑劣な裏切り者が。おすごい敵意だな。どうやらこの学者たちだけで教令院と交渉できるとでも。こいつらでは交渉材料にはならないよ。教令院の捨て駒であるあいつらに対し、俺は教令院の現書記官。おいおい、マジかよ。おい、人質交換をしたいという。そうだ、まだ賢明な判断ができるなら。何考えてるんだよ。もしあいつらがお前を殺っ、うん、それに俺もこの機会。そんな曖昧な自信で。これは説得じゃない。ただこのやり方、現職機関が何。砂漠で生きる者は何も全員がスカーレットキングを信仰しているわけじゃないだろう。さも知った風な口を聞くな。教令院にいる者は全て。待て、アルハイゼン、あんたは今の言葉。俺は価値のない保証。じゃあこの選択。そうだ、よし。ラフマン、私の話を聞いてくれ。昔からの知り合い。私はこの右腕を担保にしても構わない。根性を見せろ、ラフマン。狩猟の獅子の。だがお前が約束を破ったらどうなる。ディシア、俺たち傭兵は皆頭がいいぞ。あ、確かにその通りだ。ならば俺の言う通りにしろ。右腕を残し。ダメだぞ、こんなの交渉じゃなくて。構わない、お前までおかしく。命を救う方がよほど大事なことだ。この腕一本でたくさんの命が救えるなら。いいだろう。おい、こいつの右。やめて、リシア、どうするんだよ。早く方法を考えろって。そこまでする必要。それはあんたたちの決める。やれ。リシア、逃げろ。ストップだ。どうした。狩猟の獅子も砂漠の民だ。お前の腕をカットすることは俺自身の。お前の決心はしかと見届けた。いいだ。やっぱり最後にはやめてくれたか。ディシアお姉ちゃん、お前おかしいんじゃないのか。ん、それなら左手で武器を握ればいいだろう。悪い、こんな。次はそのような保証をしなくともいい。俺、最悪の状況になってもあんたの言葉は信じるよ。たとえ一人の鍵。お前の死体。あのね、裏切り者だな。いいんだ、これほど過激な性格だとは。は？エルマイト旅団のや。なんだか私を褒めてるように見せかけてただ自慢してるだけのような。ま、突っ立ってないで。
揃ったみたいだな。遠くから見るだけだから。ディシオン、分かった。待ってください、ディッシュ。どうした？昨日無茶な行為。はあ、難攻不落。信頼感度はびこれ。見切りました。天道、ここにある。岩山八九、ここだよ。逃げ道はありません。とはっ、逃げようなんて思わないでよね。ふぅ、はっ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 、足元に気をつけて。いや、お、はっ、せ、いや、難攻不落。さばきの雷、よっ、せ、はっ、収穫だね。
近いな。盤石。逃げ道はありません。風だ。ここだよ。難攻不落。天道盤昇。剣女盤石。足元に気をつけて。
しまっておこう。俺たちよりも早く。オイラが5分二度寝したせいかな。準備はできたか。抜かりない。君たちの連れている人々。連れてこい。なんで一人だけな。ラフマン、あんたは一人と一人の交換だ。というより送信のため。動くな。今砂丘が俺には結界が見えていた。緑色の草元素力、お前たちが言うように元送信か。おじいちゃん、おじいちゃん、周りを見てみろ。ここには流砂が崩れたおかげで扉の符号は全てスカーレットキング文明。ここは遠い。スカーレットキング様の奇跡。おい、なん
一緒に落ちてきたんだろう。あいつは無事なようだが。せいぜい今は争ってる場合。まさか入ろう。奇遇だな。おい、面白いとは思わないか。暗草なり二大神が力を見せ、お前神、確かに興味はないが、しかしラフマン、ここで寝かせて。